どうも、坂ジャミーネットです。さあ、飛び盛り実況続きやっていきましょうか。髪型どうしたお前と。さあ、思われる方多くいらっしゃると思いますが、ミスりましたね。もう完全に。これ、ハゲてるな。ハゲてますね、これ。ちょっと待って、これさ、いや、俺も一体どういうやつでやったらこうなったのか忘れたんだけど、この状態でソパか更新したらマジハゲるんじゃない？一旦ソパか更新していい？やばいな、これ。いや、本当に何も調べずに、なんか、個人的に飛び盛りやってた時に、動画も撮らずにやってて、こうなったんで、いや、結構びっくりしますね。おーし、というわけで、ちょっと動画外でまさかこんなことになるとは思ってなかったから、これ、ハゲだー！じゃあやろう！これでいこう。しゃあ、というわけで、やっていきましょう。まず一旦、ちょっと貯金をしてから、まあ、喋っていきたいなと思うわけなんですけれども、ちょっとですね、プレゼント企画、2週間ぐらい前に、ちょっとプレゼント企画をやったんですが、待って、俺引き出したな、今。ミスった。あれですね、飛び出せ動物の森が8名様に当たる、プレゼント企画を、やっていて、で、それをですね、今日送ったんですよ。今日送ったっていうか、まあ、昨日の夜に送ったんですが、ちょっと半分以上の方がですね、返事もらえてないので、できればね、返事いただければなと思います。いや、ちゃんと送れてるっていうのがわかりますんで、一応半分以上の方がまだ送られてないので、一応それだけよろしくお願いいたします。今一度皆さんね、メールアドレス確認していただければと思うわけなんですけれども、で、なんでこんなに発表が遅れたのかっていう話をね、ちょっとしたいなと思います。いや、俺もね、まさかこんなに反響あるとは思わなかったんですけれども、なんと今回メールの総数が554件ということで、ありがとうございました。まさかそんなに来ると思ってなかったんで、個人的にもびっくりしてる点ではあるんですが、全部読ませていただいたんですよね。メールを。1日100件ずつ読みました。それで、ちょっと遅れました。申し訳なかったです。まさか500件来ると思わなかった。で、応援メッセージを書いてくださいっていうことで、やったんで、普通に、ルーレットみたいな抽選機でやるんじゃなくて、自分でポチポチ押しながらやったんで、これぐらい遅くなりました。来年の子供の日も皆さんが健康で迎えられます。あ、あれです。やりました。子供の日。イベントを個人的にやっちゃったんで、もう兜、なんだっけ、なんかもらえるよね。確かね、もう中に入れてしまったから、ないのはないんだろうけど、もらえたもの。もらえたものなんだ？兜。いや、どこにしまったか忘れたな。雨いっぱいあるな。今年の夏が楽しみですね。扇風機。EU。メニュー黒板。あれ、どこ行った？なくした。どっか行ったわ。いや、全然、あれができてないんだよ。整理ができてないから、絶対いらねえしな、ここら辺のやつ。なりくじも捨てるか。外れだもんね。化石とかももう本当にコンプリートしてるし、今本当に必要ないので、ニュー・ニンテンドー 3DS。リメイクしたやつだっけ？王冠。稲荷くじ、外れ。外れをね、去年捨てられなかったんですよ。ゴミ箱がなかったから。それでちょっと。OK。散らかってるんですが。ちょっと髪型直そうぜ。いや、誰が予想したこんな髪型。本当になった瞬間、ハゲだな、みたいな感じになって。前はピンクだったんですよ。あ、3900ベル。あ、1日1回だけ。今日やったのか。ちょっと時間変更しすぎて、忘れてた。今日だったかやったの。
いや、動画以外で飛び盛りやってた時に、まさかのこんな髪型になったから。そうか、イメチェンできねえか、今日。マジか。しかも売り切れてるってことは、完全に俺、この日にやったんだな。買い取って。まあ、R パーカーズ売った方が、金になるんだけど、化石って売れないんだ。あれ化石って売れるよね。デパートでは売れないのか、もしかして。R パーカーズでは確か化石は売れたはずなんだけど。買い取って。売れるよな。デパート無理なんか、化石。それは知らんかった。しかも安っ。これ化石鑑定してもらった後に売ったら高くなるんですけど、化石の状態で売ったらあんなに安いのか。しかも今日日曜だしな。ということは被り場来てるか。いや、午前中だけじゃね。今何時だ。今何時。おお、2時。高額買取品、ワンピース。これさ、たまに高額買取品2品あるときない？なんか俺1回だけあった気がするんだよ。高額買取品が1日2回来るの。いや、それ、ちょっともう1回体験してえな、みたいなこと思います。なんかアップデートされてから全然ない気がするわ。よいしょ。やっていきましょう。スコッピング。最悪。化石、鑑定して売ったらいくらだ？鑑定するのと、単体で鑑定せずに、この化石の状態で売るので、一体いくら違うのか、ちょっとやってみたいですな。まあ、1日に出る化石の量は、4つまでなので、ちょっと4つ探していきたいところである。いや、あんなに安かったんだ、化石って。だって、さっきさ、5つぐらい売ったよね。5つか6つぐらい売って500ビルだったから、相当1個安いよな。化石だぜ、化石。これ多分化石。当たっていく。どうなんだろう、化石の種類によって、変わんのかな、値段。いいか。ちょっと一旦鑑定してもらって、売ってみますか。よーし、というわけで。売った。化石の鑑定してもらって。まあ、全部、化石は、コンプリートしたから、あとは、これを企画を試すだけ。よーし、というわけで、買い取ってで、まず、化石鑑定したやつ、2500ベル。おー。で、化石鑑定しないやつは、いくらで売れるんだろう。100ベル。さあ、でか。すげえな。ということはさっき5個売ったのか。安っ。まあ、今んところベルには困ってないので、まあ別にいいかなって感じなんですけれども、これ多分お金また出てくるんじゃない？出てこないか。さすがに。まあベルに困ってる方いらっしゃったらね、ぜひぜひ、化石を鑑定してから売ることをお勧めします。だって、4個売るだけでも、1日4個拾って、それ売るだけでも1万ベルになるもんね。相当稼げると思うんですが、化石な、コンプリートしてしまったらなかなか取ることないよね。とりあえず全部売るわ、ここら辺のやつら。さすがに。おお、今絶対でかかった。こういうのある。でも実際釣ってみたら鈴木のパターンだったりするからな。どっちとも言えねえラインではありますが、まあ多分今村の環境はすごくいい状態なので、あ、でもどうだろう、木結構切ったからな。
どっちとも言えないラインではあるけど、一応なので今回はプレゼント企画渡したはいいけど返事が返ってこないということで、今一度皆さんメールアドレスの方を確認していただければなと思います。まだ半分以上が返ってきたいんで、多分ほとんどの人が見落としてるか、メールアドレス見てないかのどっちかなので、見れないじゃん。そっか。広場静江さんいるもんな。こういう時ゆうたろう役に立ってくれたらいいのにね。ゆうたろう頑張るよ。はい、というわけでね、ぜひぜひメールアドレス確認のほどよろしくお願いいたします。まあメールね、554件読んでちょっと帰ってこなかったらこっちも寂しい気持ちになりますので、皆さんぜひぜひメールアドレスの方もう今一度ご確認よろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな、次は髪型を変えよう。